今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は雨、お外雨が降っていたので、朝いつも行っている元気タイムはホールで行いました。いつも今までは私は子供たちに混ざってダンスをしたりお歌を歌ったりしていたのですが、今日は初めてステージの上に立ってみんなと子供たちと踊りました。いつも下で踊っている子供たち、まあ、表情は見えるんですけど、一部の子しか見えないんですけど、ステージの上に立つとやっぱりみんながもうこっちを向いてすごい楽しく踊っていて、こっちとステージに上がった時すごい緊張はしたんですけど、みんなの元気に踊ってる姿と笑顔を見ていたらすごく私も楽しくなってしまって、すごい全力で踊ることができました。これからまた明日からもステージに立つことがあるのですごく楽しみになりました。そして今日朝ちょっとの時間、すみれさんに入らせていただきました。すみれ組さんすごく元気で、サイバードリームを行っていたのですが、樫村先生がですね、トラって英語でなんて言うって言ったんです。そしたらタイガーってちゃんと英語の発音で答えられてる子もいて、あ、すごいなと思って、で一部ではトラタイガーなんですけど、トラをすごい英語みたいな発音でトラトラって言ってる子もいて、すごく可愛らしくてすごい可愛らしいすみれ組さんでした。はい。そして竹組さんに戻って、で給食は竹組さんと一緒に食べたんですね。竹組さんいつもたくさん食べる子が多くていつも完食してるんですけど、今日も完食していて、しかもおかわりも全部なくなってしまうぐらいたくさん食べて元気に過ごしました。そして保育が終わってからはですね、つぼみ組さんに入って小さい子たちすごい可愛らしい姿を見て、でこれから今の修例が終わったら次は年中のペンギンさんに入ります今日はすごいいろんな学年のみんなと関われてすごい楽しい一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントを紹介させていただきます。今日バラ組さんでは元気タイムの後にお手手だけプールに入れてちょっと水遊びのようなことを行いました。でお手手だけ水を手入れた時に子供たちが手入れすぎて、キャー冷たいと言ってたんですけども、そう冷たいって一回引っ込むんですけど、それをやっぱり水で遊ぶのが楽しいっていうのがあって、何回こう水に手入れて出して手を入れて出してっていうことを繰り返して遊んでいました。でまたおけを使ってエンジンをこう手にこう水をこうちょっとあげるんですけど、どうしても冷たさが勝ってしまって、あんまりこう手を口に出さないんですね、こうやって。でもやっぱり破れてしまって大変なので、ちょっとこう伸ばしてあげると冷たいけど楽しいっていうね、すごい楽しそうに遊んでいました。またその後部屋に戻った後に七夕飾りで折り紙、三角の折り紙をてっぺんに乗り付けてこう重ねていくことを行いました。で、その七夕飾りで一つの色を黄色などピンクや緑など色を違う色をこう重ねていこうで楽しんでたんですけど、やっぱり好きなピンクが好きだっていう子がピンクピンクピンクっていうふうにいっぱいこうつなげて遊んでいたり、でも本当に一つ一つ一枚ずつ全部こう綺麗に色を変えて貼っつけていくっていう遊びもしていました。やっぱり人それぞれでその色のバランスとか違かったんですけど、綺麗な飾りができてすごい良かったです。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は私珍しくももぐみさんに一日入らせていただきました。ももぐみさんとっても元気で、とても年中さん可愛らしいお友達だったんですけれども、まあ、午前中は交通安全の教室がありまして、そちらのお話を聞いたりして過ごしていきました。でお昼の時に今日の給食は
ゴグチャンスープといって、あのお野菜たっぷり入った美味しいスープが出たんですね。でその前にあの、まあ、食育の一環として紙芝居を読んだりしてから、ご飯をいただいたんですけれども、まあ、その紙芝居もすごい真剣に聞いてくれて、そのモグちゃんっていうキャラクターも、もう牛とか豚とか犬とかアヒルとかってこう合体した可愛らしいキャラクターだったんですが、そういうキャラクターとか あのお話も盛り上がりながら、進めていったんですけれども、いざ食べ始めたら、なんかあの普段はやっぱりお野菜ちょっと苦手とか言って残してしまう子もなんかいるっていうお話だったんですが、今日はそのスープを本当に美味しいって言って、あの完食する子がすごくたくさん見られました。でまたあのなんかちょっと苦手なんだよねって言っていたお友達も、食べられた、見て見てって言って、じゃーん空っぽって、本当にあの空っぽになった器をたくさん見せてくれるお友達がいまして、わーなんかすごいねって言って一日過ごすことができました。で午後からはあのプール開きがちょっと延期になってしまったのを今日行ってきたんですけれども、もう桃組さんもう、今日今からプール入れるのって言っていて、違いますって言いながらあの説明しながらやっていったんですけれども、プールがもう始まることもすごく楽しみにしていまして、あのカレンダーの予定を見たら明日プールだったんですね。でそれをあの伝えたところ、よっしゃって言ってみんな帰ってきました。明日のお天気が多分みんなね、あの気になっているかと思うので、みんなお願いするんだよって言って今日はさよならをしたんですけれども、そんな可愛いあの桃組さんと一日過ごすことができてとても楽しかったです。はい、以上で終わりにします。ありがとうございました。はい、私のハッピーポイントをお話しいたします。バラ組さんではあのトイレトレーニングを頑張っているお友達がいるんですけれども、今までちょっとタイミングがあの合わなかったりとかして、あ惜しいっていうことが何回かあったんですね。でも今日はすごいんですよ、あの2人あのおトイレでちゃんとあのできたんですであの本人もこうびっくりしてて、出たんだっていうのも、なのですごいもう褒めたんですよ。すごい出たじゃないって言って、そしたら本人もびっくりしてたけど、やっぱり嬉しくて、やっぱその出たっていう感覚が今日もしかしたらあの分かったかなと思って、また明日からあのちょっと楽しみになりました。で明日バラ組さんプールがあの入ってるんですけれども、他のお友達ももう今か今かとあのプール入るの楽しみにしていたので、明日お天気だったらね、あの初めてのプールみんなで楽しみたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日も園庭で3分間マラソンと元気タイムの方を行っていきました。お部屋に戻ってから年長さんの松組さんのある男の子が、先生今日キウイのダンスすごい楽しかったねって言っていたんですね。で私もあれ今日キウイのダンスやったかなと思って、もう一回教えてくれるって言ったら、またキウイって言ってたんですね。であなんだと思ったら、今日は1曲目にキュウリリリっていうダンスをしたんですね。で私がそれね、キュウリリリっていうキュウリのねダンスなんだよって言ったら、その男の子もあー野菜のキュウリかって言って、ちょっと恥ずかしそうに照れていたんですけど、その姿を見て癒されました。また今日ペンギンさん、双葉組さんに入らせていただいたんですけど、私があの遊んでる時におやつの手遊びをしてたんですね。おやつも食べよ食べよ、おやつが大好き大好きって歌ってて、いちごって子供たちの前で言ったら、こうゴーゴーとは言わないんですけど、お手手をこう上げてやっていたり、ヨーグルトって言うとトーンとは言わないんですけど両手上げてこうトーンってやってる女の子2人がやっていて、その姿を見ることができてとても癒されて可愛いなって思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。